こんにちは、ポニーです、今日はですね、エブリィにつけているクーラーを詳細に、説明したいと思います、今ですね、外に車をずっと止めてたので多分車の中の、まあ、結構暑いですね。外はもう35度ぐらい今日あると思います。でですね、このエブリィですけど、クーラーはこのリアシートの上にビルトインで入ってます。薄型のクーラーですね、はい、でこれを、サブバッテリーで動かすことができるんですけども、そのためにはまず、サブバッテリーの電源を入れます。で、今ですね、200アンペア、199アンペア、ほぼ 100% ですね、充電できている状況です。それでは、クーラーの説明したいと思います、このクーラーですね、冷房専用 DC インバータエアコン、まあ、12ボルトで動くエアコンですけども、非常に薄型というのが特徴ですね。10センチないぐらいの薄さで、この天井部分にビルトインすることができる、エアコンになっています、はい。で、今ですね、ここは温度設定25度設定に、してますけども、今この車内がですね、大体まだ34度というところなので、まあ、25度まで一生懸命今冷やしているというところですね、はい。で、こちらのクーラーの特徴ですけども、ご覧の通りこのフラップ部分がスイングします、はい。で、左右にスイングはしないんですけども、この上下にはスイングするようになっています。左右はもうこの羽の形が決まっているので、まあ、広がる形、左右には広がる形で風が出るようになっていて、あとこの上下だけスイングすると。で、好きな場所でこのスイング止めて、風を送ることも、固定の場所に風を送るということもできるようになっています、はい。で、これ12ボルトのクーラーなんですけど、今サブバッテリーから動いています。基本サブバッテリーから動くようになっているので、車のエンジンを切っていても動作し続けることが可能です。なので、うちのちょびころを車の中に置いておいても、車内がクーラーで冷えていて、安全という形になります。で、今ですね、こちらのサブバッテリー、200アンペアのサブバッテリーで、今かなり強い風量で動いてますけど、58アンペアぐらいですね、使ってます。770ワットアワーぐらいですね、使ってる状況になります。なので、あと3時間ぐらい、この勢いで使うと3時間ちょいで、バッテリーが切れるんですけども、この後冷えてきたら、もっとこう弱まるので、当然ここの、持ち時間はもっと長くなると思います。ということで、クーラーですね、ちょっとこのクーラーまだこの軽キャンの車にもあんまりついてないと思うので、ちょっと品質面はですね、ちょっと心配な部分もあるんですけども、まあ、ちょっと使ってみてですね、まあ、もし問題が出たらすぐに対応してくれるということなので、今後これを使ってキャンプに行きたいと思います、はい。で、クーラーの室外機ですけども、クーラーの室外機はここのここですね、ここについてます。はい、あとですね、カスタムした点としては、タイヤホイールを変えました。アルミホイール結構いろいろ悩んだんですけど、ちょっとエブリィのですね、オフセットの関係で、つくホイールにちょっと制限があるので、なかなか選びにくかったんですけど、まあ非常に気に入った、ホイールをあったので、このホイールですねに変えました。で、タイヤはちょっといいタイヤをつけようということで、ブリヂストンのレグノをつけています。あと余談ですけど、これ電動のステップが出るんですけど、全然ステップなくても乗れるぐらいの高さで、ステップが出ると足に当たって痛いので今出ないようにしてます。はい、エアコンも効いてきて中も涼しくなってます。